包茎の男性についてどう思いますか？実際に包茎男子の相手をした経験があるなど、思いのすべてをお話しください。結構包茎の方って日本人は多いって言いますもんね。実際に、そういう方と会ったこと、てか、付き合ったこととかは多分ないですかね。みんなその、エッチをするときは、それでも火星っていうんですかね、こう、ね、あれが大きくなったときは、邪魔にならないように。そうですね、実際に見たことはないんですけど、男性の方としてはコンプレックスだったりもするんですかね。どう思うかって言われると、やっぱり、清潔感って大事だと思うので、そこの部分を、すごいもう念入りに、毎日丁寧に洗えてるっていうのであれば、そんなに、無理とはならないかなと思うんですよね。まずその人のことが好きであれば、そこが、包茎だから、じゃあ、別れましょうとはならないと思うので、でもその代わりに、そこに残らないように、綺麗にちゃんと清潔にしてほしいですね。特に、そういうエッチをする前とかなんかはもう絶対に、綺麗にしてほしいなと思います。そこが匂ってきたりとかしたら、ちょっとやっぱ NG ってなっちゃうと思うので、無理ではないけど、そういうところエチケットさえ気をつけてもらえればなっていう感じです。